はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はね、ファッションレビューをやっていきたいと思うんですけども、今回私が結構日々チェックするショッピングモールの中の一つのダバガールっていう DABA ガールっていうショッピングモールがあるんですけども、そこでだいたい2万円弱ぐらい、まあ1万7千円ぐらいかなで買い物をしてみました。で、どれだけ買えるのか試してみたくって購入をしてみました。で、今回ね、日本のダバガールのサイトで買ったので、私が今回買った商品っていうのは日本の皆さんも全然購入できちゃう感じになってます。なので参考になったらなと思いました。それでは早速見ていきましょうか。まず一つ目はこの私が今着ているこの私が今着ているニットワンピースなんですけども、これはね、こちらなんですけど、すごく上品なフィットになっていて、ラインがこう丸みのあるラインなんですけど、で、丸みのあるラインって結構太く見えたりするからちょっと心配してたんですけども、そこまでこう細い体型じゃないので、そういう点ちょっと心配してたんですけど、でもね、すごく体のラインを綺麗に見せてくれる丸みだったので、これはすごい満足でした。すんちゃんも着た瞬間おーって言ってました。なんかこうどのシチュエーションにも合わせられるし、ちょっとフォーマルでもあるので、何かのパーティーだったりとかイベントだったりとか、まあ彼のご両親にご挨拶に行くとか、そういう状況でも全然おかしくないニットワンピースになってます。それでは2つ目はね、リブニットカーディガンスカートっていうんだけど、じゃんじゃんじゃん、こちらになります。これは2ピースになってるんですけど、まずスカートがこんな感じ、まあ膝下ぐらいまでかな、ちょっと長めのスカートと、こちらのじゃんニットカーディガンのセットなんですけど、これはコーデしてこういう風に一緒に着てもいいし、別で全然他のアイテムと合わせてもいいなと思ったので、使いやすいだろうなと思って購入してみたんですけども、素材もすごく柔らかくて、なんか質のいいニットって感じ。なんかもう一回洗濯したらボロボロになっちゃうようなニットってあるじゃないですか。そういう感じではなくて、すごくおすすめ。それでは3個目はピカメルパンチェックワンピース、こういうチェックのねワンピースなんだけど、またこれもちょっと膝下っぽい上品なフィットのドレスなんだけど、まあこれからの季節だとタートルネックとか、あとはブラウス系とかに合わせてもいいですし、重ねていろんなものとシンプルなトップスだったら何でも合わせれるような感じなので、白でも黒でも似合うようなブラウンになってます。これもおすすめです。それでは4つ目、これはメイドミニスカート、私はね S サイズを購入しました。じゃじゃん、最近韓国でこれハンドメイドって書いたファッションアイテムがすごく流行ってるんですね。ハンドメイドコートだったりとか、ウールコートだったりとか、あとハンドメイドのこういうスカートだったりニットだったりっていうのがすごく流行っていて、どのショッピングモール見ても結構 1,2 個は必ずあるような状況なんですけど、ちょっと1個そういう流行りに乗ったアイテムも欲しいなと思って、ですごいシンプルなので本当に何にでも合わせれるスカートじゃないですか。でタイトスカートなので、上にちょっと緩めのニット、さっきのセットのニットと合わせても可愛いなと思ったので購入してみました。それではラストなんですけど、ラストの5個目、このシンプルなタートルネックになります。このね、ちょっとこう薄めの生地の中の素材が見えるか見えないかぐらいのタートルネックを探していて、でなおかつこのね、絶妙な空の色、ちょっとヴィンテージがかった空の色が欲しくって、まさに私の探していたタートルネックがあったので購入してみました。さっきのスカートと合わせても可愛いし、デニムのパンツに合わせても可愛いし、すごくこれからの季節
寒くなるから使いやすい、重ね着にとっても使いやすいアイテムだなと思って購入してみました。はい、そんな感じの5点の買い物だったんですけども、だいたいまあ6,000〜7,000円ぐらいで購入できたので、めちゃめちゃお得だなと思いつつ、私いつもねがっつりこういう風に価格を決めて1個のサイトでがっつり買ったりはあんまりしないんですけど、でも今回皆さんに日本のサイトで買ったら、韓国ブランドだけど日本のサイトで買ったらみんなの参考になるかなと思って今回買ってみました。これからの季節私と一緒におしゃれしてくれる方募集してますなので参考になったら嬉しいです。はい、そんな感じの韓国ファッションレビューでした。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてザバガールのインスタもあるので見てみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。I wish I'd be like the stars.